ちは、堀です。今回は長野県の上高地でのんびりキャンプをしながら過ごそうと思います。上高地ですけど、山に登るっていうわけではないので、登山動画ではないんですけれども、賑やかな上高地ではない静かな上高地をお届けできればと思います。上高地の標高は1500メートルあるんですけども、やはり最近の気候で、昼間はね、ここでも結構暑いんですよね。でも朝晩のね、時間帯がかなりね涼しくなるので、のんびり撮影をしながら楽しんでいこうと思います。そうですね、川沿いずっと歩いて、また違うところから乗る。そうですね、終点から乗る。終点からだと乗れるんで、途中からだと乗れないことがあるんです。あ、わかりました。ありがとうございます。フリーレード逆です。よいしょ。ありがとうございます。どっかしょ。はい、上高地まで入ってきました。今、11時半になろうとしているところです。まあ、大体予定通りで、これから小梨平のテント場まで直接もう行って、受付してテント張って、それからのんびりしようと思います。結構ねバス駐車場から直通でこっち来ましたね。もう駐車場でほとんどいっぱいになってました。やっぱりこの夏の夏山シーズンは大勢上高地入ってきますね。賑やかになりそうです。ではね、ちょっと川沿い歩いていこうと思います。まず今回1回目の、穂高ですね。素晴らしい。ちょっと雲がかかってて、空白いんで、ちょっとねもやってるっていうか白くなってますけど、穂高連峰です。まあ、いつ来てもいい山岳風景です。はい、小梨平、案外テント少ないです。あ、川沿いに晴れるかもしれない。久しぶり。あ、ここ随分と、買っちゃったな。あ、ちょっと来てない間にだいぶ変わっちゃってる。あらまあ、へえ。あ、そうか、これ熊のあれかな、ひょっとしたら。あ、ここ何もなくなった。へえ。はい、思ってたよりテントの数少ないです。はい、今テントの受付済ませてきました。一応予定では3泊する予定なんですけれども、毎日更新していこうかなと思います。今ちょっと、情報、この、ね、テントサイトの様子をちょっとねいろいろ、もうね結構ね斉藤さんって何回もねお世話になってる、いろいろお世話になってるんでいろいろお話してくれるんですけれども、ここのサイトはだいぶいろいろ禁止事項がいろいろ増えたので、客層がだいぶ変わったようなのでね、だいぶ少しはね安心してテント張れるかもしれないです。はい、川沿いに張れそうです。ここがいいかな、ちょうど穂高の正面。ここも何回か張ったことあるんですけどね。
やっと、テント立てて、一段落したって感じですね、でこうやって、このテントでこう、ね、撮影するのは2回目なんですけどもね、1回目はやっぱここ上高地で、初冬の上高地で、ね、テント張った時に、ね、映像作ったんですけども、その時はねちょっとね、失敗してしまって映像あんまりね撮れなかったんですけども、今回、2回目なんですけども、うまくねまた、過ごせた模様をねこう映像に残せればいいかなと思ってます。今ねちょっとね、中片付けたんでちょっと紹介がてら、お見せします。はい、これテントの中なんですけども、基本的な装備は、私これね銀マットを引いているんですけれども、でこれ、ウレタンの、個人マットとかマットですね、これ引いてここに、私はいつも寝るんですけどね、で、これ枕空気で膨らませる枕と羽根袋ですね。で、今回ですね、ザック2つ持ってきて、今こっちの大きな、これ大きいっつってもそんなに中くらいなんですけども、これが、50リッターのカリマーのザックですね。これと、それからこれがね、散策するために持ってきた、いつも使ってるミレーの ディバッグですね。これでね、今回もね、この上高地、散策して、行くのに、ね、使おうと思います。こっちの大きいのは、テント、装備持っていくのにこれ使っただけなんで、基本的には、もう使わないです。でカメラね、いつも使ってるやつで、この辺が食料が入ってます。で、道具ですね、コンロ、そんなところですかね、これで、今回は3泊4日する予定でいます。ここがね、避暑地の、我が家です。で外はこんな感じで、ちょっと今、穂高連峰雲に隠れちゃいましたけれども、テントから顔を出せばこの風景が目の前になります。では、のんびり楽しんでいこうと思います。おにぎり潰れちゃった。
今そこのとこに出てる入道雲をちょっとね撮影してみたんですけどもね、成長の速度が速かったですね。ちょっとこの、こう自撮りでねその入道雲を映すとするとねちょっとねカメラの設定難しくてね白く飛んじゃってるんですけれども、結構ここにね大きな、さっきまで形が良かったんですけど今だいぶ崩れてきてしまってるんですけれども、入道雲みたいなのがね、すごい成長速度が速かったですねこれも。うん、今日は、お米炊きます。でおかずはおでんにします。簡単、温めるだけで、ご飯はメスティンで炊きます。で固形燃料でいただきます。今、今日の日の入りをちょっと待ってるんですけれども、今もう、もうちょっとで、夕方の7時になるところです。だいたい日の入り時刻が7時頃なのでそのくらいになるとね、ちょっとこれ今自撮りしてるんで、バックが明るくなってるんですけれども、あの明るいところがねちょっとね色がつけばいいかなと思って今ちょっと待ってます。ここ上高地の小梨平から夕景だと焼け岳の上がね赤くなるぐらいですかね。あとはこの穂高の方は、日が沈んでいくときに光が当たって色がつくんですけれども、今日はもうね時間的に遅くてで雲が多かったのであんまり、こう赤くなるっていうのはなかったですけれどもね。でもこの後どうなるかちょっとねもうちょっと待ってみようと思います。雲が少しね少しというかかなり出てるんで、で青空もね見えてるんで赤くなれば面白い風景見れるかもしれないです。もうちょっとね待ってみます。
今、夕景の撮影を終わらせて、テントの方に戻ってきました。で今もう時刻7時半回ってるんですけれども、もう周りはね暗くなってます。でやっぱりね今日はあんまりいい夕景ではなかったんですけども、このあと、星空をどうしようかなと思ってね、雲がだいぶ出てるんで、見れるかどうかもね怪しいんですけれども、見れたら、撮影してみようかなと思います。で今日1日目初日っていうことでね、アプローチから入ってきたんですけども、今日、この上高地のこなし平テント張ってる方もね少ないですね。なんで、周り静かです、でもうこのね日が落ちて、まったりタイムにね皆さんなってると思うんですけれども、それでもね静かに、皆さんくつろいでるようです。で私もね、これからまだね夜少し長いのでねもう少しねまったりしようと思いますけれども、今日の撮影はねこの辺で終わりにしようかなと思います。でこのあと、星空が撮影できるようだったらねまたこのあとお送りしますけども、撮れなかったら、また明日ですね。で明日はもうまた明日はまたこの上高地周辺をね、撮影して、歩こうと思うんですけども、天気がちょっと怪しいところがあるんですけども、またね天気雨でもね、ぼちぼち撮影できると思うんで、のんびり過ごしていきたいと思います。それでは今日の撮影はこの辺で終わりになります。また明日お会いいたしましょう。それではおやすみなさい。2日目の朝を迎えました。朝ごはんをね、撮ってるところなんですけども、朝ごはんは昨日の、夜炊いたご飯の半分ですね、これをお茶漬けにして、食べるんですけども、よくね、朝ごはんこれ使うんですよね。朝はちょっとやっぱり喉越しをよくスルスルってね食べられるものがいいと思うんで、私はよく利用します。でちょっと、お米と、コーヒーなんですけどもね、やっぱりちょっと朝涼しいので温かいもん欲しいです。はい、おはようございます。上高地こなし平に入って、2日目の朝を迎えました。穂高、山頂の方上の方は、雲の中ですね。雲の流れるのがだいぶ早いです。で、日の出はねもう4時台に日の出出てしまうんで、全然日の出を楽しむっていうことはね今日はできなかったです。でもこの朝の清々しい、山岳地帯の、のどかな、朝をちょっとね満喫してます。でこれから今日は、大正池の方へ午前中行って、撮影をしようかなと思います。
今日天気午後から少しね悪くなるっていう予報が出てるので、まあそれまでには戻ってこようかなと思います。では今日一日また、ゆるーく楽しみましょう。はい、かっぱ橋です。まだ朝の6時台っていうことで、人もそんなに出てないですね。宿泊された方が朝の散歩っていうことで出てきて歩いてるんだと思うんですけれども、また今日もここは、観光の方でいっぱいになると思います。ね、ちょっと焼けだけ山頂雲に隠れちゃってますけどね。今日は山岳展望というのはいまいちという感じになってます。もうこの風景はもう超一流の山岳風景ですよね。でも山頂ちょっとね隠れちゃってるな。かっぱ橋で撮影するときはこの辺から、橋に立つと、いい感じの、山岳での記念撮影が撮れるんじゃないかなと思います。普通はねこの梓川沿いをずっと、下流の方や大正池の方や歩いていくんですけども、今日はちょっとね、紹介したいのがこちらですね。このねバスターミナルの方から、まあ、バスで入ってくると、道路脇に木道が引かれてるのを気づいてる方いるかもしれないんですけれども、こちらのコースは、まあ、車道の横で、車は、ね、通るんですけども、歩く方あんまりいないんで、静かに歩きたいっていう方にはおすすめですね。この上高地やっぱりシーズンになるとね人大勢入ってくるんで、こう静かな上高地を味わいたいっていう方にはちょっとあれですけども、こちらのコースはまあ車の音はするんですけども、まあそんなにこう数珠つなぎで通るってわけではないんで、こちらへね、ここバスターミナルなんですけれども、こちらへ行きます。綺麗にね整備されてるんで、歩きやすいんですけれども、案外ここ、まあ、梓川の川の音が聞こえなくなるんで、この野鳥の声とかがすごくね新鮮に聞こえるコースなんですよね。でこの周り植生も結構ね豊かで、まあ基本的な、熊笹に覆われてるような感じですけれども、素敵な散策コースだと思います。この帝国ホテルではやっぱりさすがに、宿泊するっていうのは難しいんでね、私はなんで、カフェでお茶するとか、ちょっと奮発してここでランチをするとか、
いうことで、利用したことはありますけどね。また珍しいものをちょっとね発見しました。これ今真ん中に見えてるの、これす、クマササの実なのかな。これね珍しいんですよね。あんまり梓川に出てきました。いや、まだ穂高、雲の中ですね。だいぶ雲上がっていきましたけどね、まだ雲の中です。梓川コースと合流しましたね。やっぱり人今日は少なかったです。すれ違ったので、3名ぐらいしかすれ違ってないですね。ここも昔は大正池だったけども、だいぶ埋まっちゃったな。この立ち枯れはまだ一番大きいのが残ってるけど、これももう根元だいぶやられてるから倒れちゃうだろうな。大正池、ねえ、みんなもう大正池、はあ、あでも穂高見えてる。この大正池ホテルのところからちょっと下流のところにタクシーで来ると、タクシーの運転手、泊まってくれるポイントがあるんですけれども、景色はねいいんでちょっと寄って、そこ行って折り返しにしようかと思います。でもねここ行くとき、結構ねバスが通っていく、遊歩道がないんでね、ここは、バスが通っていくんで、気をつけて行こうと思います。ちょっとね一箇所狭いところがあって、そこはバスなんか来た時には、止まって待って通過してから通った方がいいところがあるんですけれども、まあ距離にして100メーターちょっとぐらいですかね。そんなんで来れるところなんで、興味のある方は、来てね風景楽しんでもいいかもしれないです。ここはね好きでよく
きます。この風景、大正池から見る風景とまた違いますよね。正面に見れるんで。でここはちょっとね、焼け岳はいまいち、あんまり焼け岳の方はそうでもないですけどもね、穂高の方は素晴らしい風景です。ちょっとねここで休憩していきます。ここから折り返しっていうことで戻っていくんで、ここですね、ちょっとのんびりします。冷てちょっとね、雨降ってきちゃいましたけどね、河原寄ってみましょうか。はい、これが梓川の河原に出る行き止まりの道なんですけれども、今日はちょっとね雨降ってきたんで誰もいないですけどね、ここ天気良ければ、水切りをして遊ぶ人たちが大勢来るとこですね。ちょっとね雨が落ちてきましたけれども、でも、こういう山岳地帯そんなにずっと降ってるわけではないと思うんで降ったり止んだりって感じです。でも今日天気予報通りって感じですかね。午後あたりから天気下るって言ってたんで、まあやっぱり今の天気予報は当たりますよねで今田代橋渡って今度は右岸ですかねもうちょっと歩いて戻っていこうと思います。ウェストンさんに挨拶。よいしょ、よくしょ。はい、今そこで雨宿りしてきました。でもちょっと、これは続きそうな雨なんで、戻ろうと思います。結構ガスが流れるのが早いです。
テントの中で、やっと落ち着きました。というかやっぱり今雨降って風も結構出てるんですけれども、やっと、こういう雨の日のテントの中っていうのは結構ねごちゃごちゃするんですけどね、カッパとかがそのまま入ってね外置いとくわけにはいかないし、で天気予報を見ると、今日はもう終日雨かもしれないですね。で夜中日が越えたあたりからなんか、少し回復してくるような、予報になってるんで、明日は晴れそうなんですけどもね、まあ、今日はこういう形で、午前中なんとか、まあ、午前中お昼までちょっと持たなかったんだけれども、まあね、撮影したいところは大体撮影できたので、まあ、想定ないってとこですかね、この雨も。はい、お昼からねずっとちょっとテントの中で、のんびりしてるんですけども、結構ねあの後、風雨強くなってね、今雨は少し小降りになってるんですけども風がかなり強いですね。でちょっとね雨小降りになったんで、先ほど3時ちょっと過ぎですか、お風呂いただいてきました。ここなし平のキャンプ場にはねお風呂があるんですよね。で、特にあの温泉とかではないんですけども、普通の沸かし湯なんですけどもね、お風呂があるキャンプ場なんで、ありがたいですよね。で先ほどちょっと、入り行ったんですけどもね、たまたまタイミングよく誰もいなかったですね、一人で30分ぐらいのんびり使ってきました。で、今日、昨日ちょっとねご飯炊いた時に、ご飯を炊く時に、固形燃料がちょっとね危なかったので、今日はここキャンプ場なんでね自炊棟っていうのがあるんですけども、そこ行ってちょっと、ご飯炊いてこうかなと思います。あそこだとね、屋根もあるんで、雨気にすることなくできるんですけども、ちょっとね今またちょっと降ってきたんですけども、雨が降ってるんで外ではね、ちょっと火を使えないんで、でテントの中は危ないんでね、ちょっと外行って、ご飯炊いてこようと思います。まだね4時ちょっと前ぐらいなんで、5時ぐらいには、ね、ご飯食べ始められたらなと思います。まあ、山なんでね山時間になってますよねじゃあもうちょっとあと1時間ぐらいかな、のんびり、テントの中でテントの中でって言ってもね、やっぱりこう雨降ってるんでどうしてもね整理はしてるんですけど散らかっちゃいますよね。まあねしょうがないですね。でもこれも、キャンプの醍醐味なんでこういう状況でもね楽しむようには心がけてます。実際楽しいんですけどね、ではねご飯当てて、もうちょっとしたらご飯を準備しようと思います。これ、ね、テントの中とか建物の中でやったら危ないですよね。この炎ですからね。ね、これ、ね、これ知らないで使っちゃったりなんかすると、だから昨日は危なかったんですよ。なんか炎がでかいなと思って、外テントから離れたところへちょっと持ってってやって正解ですよね。これ危なかったですよ。今まで車中泊の時はね、車の中で固形燃料を使ってご飯炊いたことあるんですけども、ここまで火が大きくなるのは初めてです。今まで気にしたことなかったんですけどもね、今回の固形燃料の火はちょっと大きいですよね。使い方が違ってんのかもしれないんですけども、ここまでね、やっぱり火が大きくなると、次回からはね、ちょっとね、使い方かなり気をつけて使おうと思います。はい、テントに戻ってきました。でね、ご飯はね、炊き上がりました。今ね蒸らし中です。でここで、ちょっとねテントの中でガスコンロ使ってるんですけど、一応、入り口は全部開けて、でフライのね
フライだけかけてあるって形 で、風はビュンビュン入ってくるんですけれども、まあこれで換気大丈夫かなと思います、で今日はまたね、簡単なんですけどレトルトで、済ませようと思います。今日はね、中華丼を食べようと思います。まあね、こんなもんですよね豪華にね、山ご飯で作ってみたいですけどね、なかなか、食材、まあ、ここはね、あの売店で食材結構集まるんで、いいとこはいいとこなんですけれども、そんなにねレパートリーがあるわけでもないし、まあこんで、十分ですっていうかやりたいですけどね、まあこんな感じです。今日のご飯はやっぱり、だいぶ焦げてますね。下の方が、あ、だいぶ焦げちゃったあの炎ですからね、昨日はうまく炊けたんですけどね、まあしょうがない。では今晩のご飯いただきます。中華丼です。ちょっとね見た目はで即席のお味噌汁です、ね、いただきます。でもちょっとねご飯がやっぱり焦げなんですけれども、まあちょっとね、ご飯カチカチ焦げ今、食事を終わらせて、片付けも済んだところなんですけれども、ちょうどね、ご飯食べてる時と片付けしてる時ですか、雨止んでてくれて、手際よくね、食事も済ませて、片付けもできました。よかったです。でまた今雨降ってきてるんですけども、で今時刻が6時15分ってとこですね。で今雨降って山もねもう全然見えないんで、この後の夜空の撮影なんかもね今日は多分もうできないんじゃないかと思うんですよね。でまだ6時なので、ちょっとね夜長そうなんですけども、昨日はね、上高地の地酒をねちょっとね楽しみ味わったんですけども、今日はちょっとコーラにしてみました、ご飯食べたばっかりなんですけどね、ちょっとコーラにして、でお菓子おつまみじゃないですけどね、こんなもん食ってるとねちょっとね夜食後にこんなもん食ってるとちょっとやばいですけどね、今日はこんなんでちょっとね夜を楽しもうかと思います。そう、夜撮影が多分できないと思うんでね、また今日はね夜長くなるとは思うんですけども、でもね、こう雨降ってて外もあんまり出れないと思うんで、でも風が少し収まったかなっていう感じもしますけどもね、で明日なんですけども、明日は今度は明神の方へ行く予定にはしてます。明日天気良さそうなんでね、それ期待して、行ってみたいと思います。で朝早く出かけるかはちょっとまた別ですね、のんびり行くかもしれないんですけども、ぐるっと回ってきようかなと思います。はい、ね、今回まだね夜長いんですけども、今日の撮影はこの辺で終わりにしようかと思います。またこの後ね、撮影できそうだったらまたちょっとこの後、撮影した模様なんかねお送りできればと思うんですけども、ちょっと厳しいかなってところですかね。はい、では今日の撮影はこの辺で終わりになります。また明日お会いいたしましょう。それではおやすみなさい。Thank you.
今日は晴れましたね。穂高綺麗に見えてます。で、結構ね今冷えてますね。今気温が、でも16度ぐらいになってます。今日はねいい天気になりそうなので、またゆっくり楽しみたいと思います。はい、これがマップですね。今ここにいるんで、ここでね、小梨平でキャンプ張って、で左岸を通ってずっと明神館のとこまで行って、で明神池回ってぐるっと帰ってくる半日コースですかね。今日はそんなにがっつり歩かないんで、のんびり行きましょう。
はい、一内家、二内家と見てください。はい、今、三代神池ゆっくり、見学、参拝してきました。やっぱり人気スポットだけあって人大勢来ますね。でもね、のんびりできました。昨日は大雨でしたけども、今日はいい天気です。じゃあ渡りましょう。はい、清水川。よいしょ。あー、しびれ。おー、冷てぇ。あー、冷てぇ。あ、これは10秒もつけてられない。
踏んでて、はい、テント到着。よいしょっと。夕景をちょっとね撮影してるんですけれども、ここの上高地の、この小梨平のところからだと小高の方はやっぱりあまり良くないんですよね、焼けるのは。で今この焼け岳方面が空がちょっと色づいてきてるって感じですけれども、焼け岳の方はだいぶ雲かかっちゃっててね、ちょっと離れたところに、離れたところの雲に色が出てるんですけど、ちょっとね撮ってみようと思います。はい、まだね撮影してるんですけども、雲、焼け岳の方はあんまり色つかなかったですね。でまだそこのところ、ちょっとこのカメラだとあれなんですけど、赤く色がだいぶオレンジ色についてるんですけども、方角的にあんまりね良くなくて、で今穂高の方がこんな感じで、少しこの辺に少し色がついたのがあって、あとこの上空ですね、この辺にちょっと色がついてたんですけれども、うん、この辺でもう終わっちゃいそうです。今もう、7時になろうと、夕方のね、7時になろうとしてるんですけれども、うん、今日はこんな感じで終わりそうです。でも昨日のこと考えると撮影できただけで良かったです。昨日は土砂降りでしたからね、嵐のような夕方過ごしましたからね。今日はこんな感じですかね。そんなにやっぱりなかなかね、赤く色つくタイミングっていうのはね、やっぱりそんなにないですよね。では、引き上げます。これから、ご飯を炊きます。はい、また今晩も固形燃料で、ご飯をね炊こうと思うんですけども、この固形燃料ちょっと炎が、結構ね大きく出るんで危ないんで、水筒でまた今日もご飯炊きます。はい、今、もうね8時
8時半、9時ちょっと前ぐらいですかね、もう周り真っ暗になって、そろそろこのキャンプ場も消灯になるんですけれども、今日はね、星空結構出てるんで、この後ちょっとね、星空を撮影しようかなと思います。で、まだ、星見てる方もね、大勢いるので、ぼちぼち、ちょっとね、様子見ながら、写真撮っていこうかなと思います。で、動画の方は、今日はね、この辺で終わりにしようと思います。今日はね、明神池の方へ回って、午前中ね、遊んで、散策して、で、午後は、昨日ちょっとね、夜中、星空撮ってたんで、ちょっとね、眠かったんで少し仮眠して、で、夕方、またね、出て、夕景の写真をちょっと撮って楽しんだんですけども、で、今日もね、またちょっとさっき自炊して、ご飯炊いて食べたんですけども、今回はね、今晩はカレーライスにして、食べました。ご飯はね、綺麗にね、炊けました。ちょっとやっぱおこげができたんですけどね、3日目にして今日のご飯が一番ね、美味しく炊けました。で、明日は、もうね、明日は帰るんで、午前中ちょっとね、またこの上高地周辺、岳沢湿原ですか、あそこをちょっと朝でもないんですけどもね、ちょっと行って撮影しようかなと思いますんで、その辺が、そこが、今回の、上高地キャンプの最後になると思います。はい、ではね、今日の撮影はこの辺で終わりにしておきます。この後ね、星空ちょっとね、楽しもうと思うんで、またね、うまく撮れてたら、この後、お送りできるかなと思います。それではまた明日、おやすみなさい。ございます。ホリです。キャンプ4日目の朝を迎えました。で、今日はもう早速、歩いてるんですけれども、今時刻、朝5時を回ったところなんですけども、もう、日の出、日が上がり始めましたね。今こう正面に焼け岳、もう日が当たり始めました。結構今日はガスが少し出てて、ちょっとね、上空晴れてるんですけどね、山の方は少し小高、結構綺麗に見えてるんですけども、少しこうもやがかかってるような感じになってます。今日はね、最終日ってことで、ちょっとまあ、あの日の出の撮影じゃないんですけども、この梓川に、日が差すあたりをちょっと撮影して見ようかなと思って、今はちょっとね、撮影ポイントに向かって歩いてるところなんですけれども、今日はね、もう帰るんですけど、今日もね、またゆっくり、この最終日、上高地を満喫したいと思います。この上高地の風景を楽しみたいっていう方には、やっぱり上高地で宿泊をして、で、この朝晩のこうしっとりとした本当に高原の
風景を味わってもらいたいですよね。これ昼間の上高地も素敵なんですけれども、やっぱり魅力はこの朝晩の風景だと思います。で、今私もね向かっているところは私の上高地で一押しの場所、岳沢湿原です。ここは昔の大正駅ではないんですけどもね、結構立ち枯れしてる木が、綺麗に残っているんで、これに後ろに600山がそびえてるんですけども、それに日が当たって綺麗に、なると思います。で、いろいろ言ってもまあ行ってみましょうか。で、やっぱり上高地でも朝晩一人歩きするときはやっぱり今最近鈴をつけるつけないっていうことでいろいろ問題にはなってるようですけれども、状況によってやっぱりしっかり、人間の存在を表した方がいいんではないかと、ね、個人的には思いますけど。あ、もう着いたような感じです。あ、ちょっとガスが出てて面白い、てか綺麗な風景が見れるかもしれないですね。今ねまだ、岳さんにいるんですけれども、だいぶね撮影楽しんだので、戻っていこうと思います。でテントに戻ってご飯食べて、しばらくねまたのんびりして、午前中午後の便で帰ろうとは思うんですけどね。
うん、まだのんびりできると思います。で、この帰りがけ、今ね、ここ野鳥がすごく鳴いてるんで、野鳥をちょっと見ながら戻っていこうと思います。はい、ただいま帰ってきました。はあ、一応ね、鍵閉めてます。まあ、こういう簡単なんですけどね、あるとないのでは多分違うと思います。はい、テント撤収終了です。ね、やっと一つにまとまりました。はい、でもう今お昼過ぎて1時ちょっと前ぐらいですかね。だいぶね、今日は朝岳再出現行って、撮影ちょっとして8時にはもうここ戻ってきて、それからね、のんびりしながら、テント撤収したって感じですか。
でもこの上高地、この小梨平でテント泊するとね、本当に、まあ、こうやって、散策、ね、明神とか大正池散策するのもね、一つですけども、この上高地のこの小梨平で、終日何もしないでね、ぼーっと山を眺めるのもね、これもまたね、上高地での過ごし方の一つですよね。今日は、今回はね、本当にのんびり、キャンプすることができました。初日、2日目大雨に降られたんですけれども、それもね、まあ、キャンプの醍醐味の一つでね、楽しく過ごすことができました。はい、本当にこの小梨平は、ね、キャンプサイトとしてはね、一級の山岳展望が楽しめるところなのでね、ちゃんとね、マナーを守って、このキャンプする方にはね、とてもね、おすすめなスポットです。一時期ね、だいぶ、荒れた時期があって、で、今バーベキューとかはね、禁止になってるんですけれども、ちゃんとね、キャンプの注意事項を守って、キャンプ、すればね、楽しく過ごせると思います。はい、それではね、今回の、3泊4日ですねの上高地キャンプの模様はね、この辺で終わりにしようと思います。最後までご視聴ありがとうございました。また次回お会いいたしましょう。それではまた、さよなら。Seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. But all will be okay, I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. I strive just to say I'm alright. And for the first time in a long time I'm alright. Oh, あ、それ。重いです。ありがとうございます。はい、どうも。はい、お疲れ様。I move on each and every day.Ah, that's the one this time. Way back a year ago.